一緒に学ぼう SDGs。 アビスパ福岡のディフェンダー背番号13番下川明です。まあ、僕はサイドバックって言って、まあ、左サイドバックなんですけど、そのサイドの方で主戦場として、まあ、サッカーをしているんですけど、まあ、攻守にあたって攻撃の時は前の方に出ていきますし、もちろんディフェンダーなんで守備のこともやりますし、どっちもバランスよくできなきゃいけないかなと思います。そうですね、もともと攻撃の的なポジションでやってたので、攻撃の部分で違いを出せていけたらなとは思っています。性格はそうですね、負けず嫌いな感じだとは思います。で、僕兄がいるので、兄とよくまあ小さい頃とか一緒にサッカーしたりしたので、まあ、それで、まあ、負けたくないっていう気持ちが強くなったのかなと思ったんですけど、兄もやってましたし、近所のその上の学年の人たちもみんなサッカーをやっていたので、まあ、自然とサッカーをやってましたね。サッカー選手じゃなかったら、でもちょっとオリンピック見てて、やっぱボルダリングとか面白いなと思います。でまあ、自分自身に、まあ、負けないことがやっぱり一番大事かなと思います。まあ、何かと比べるっていうよりかは、まあ、自分に甘えちゃいけないと思いますし、乗り越えたっていう多分成功体験があればまた大丈夫だっていう気持ちになれると思う。そういう一つ成功体験も大事かなと思います。まあ、僕最初松本でサッカーやってて、まあ、その時は結構まあ攻撃的なポジションとかやったりしてて、でまあそこからその水戸に行くことになるんですけど、まあ、その行くタイミングでディフェンダーにやってみないかっていう話をいただいて、そこからいろいろ試合に出場できるような機会が増えて、夏元から水戸に行ったタイミングっていうのが、まあ、僕の中で、まあ、ここ最近のターニングポイントかなと思います。やっててまあ自分たち必死にやるのはそうなんですけど、それを応援してくれる人の気持ちまでなんか変えることができるっていうか、勝ったら多分見てる人も嬉しいと思いますし、負けたら一緒に押し込んでくれるし、幸せな気持ちにもできると思うので、今期の目標はまあずっとまあチームとして5年周期というのがあって、それをそのジンクスを打ち破るため、とりあえずまあ目標として J1 リーグ得点以上というのを目指して、そこを達成するため、まあ、一人一人が自分たちの仕事をしていくだけですね。 SDGs。 ここで SDGs に関するクイズです。こちらは創業100年の老舗五十嵐製紙が手掛けた越前和紙。実はある素材を用いてこの独特な色を生み出しているのですが、それは一体何でしょう？なんだろうね。色が特徴的ってことですね。ペットボトルのキャップ、どうですか？正解は廃棄される野菜や果物なんです。全然違う。全然ちゃうやん。あ、そうなんすか。すごいっすね。この和紙はフードペーパーと呼ばれ、規格外のため廃棄されてしまう野菜や果物を再利用して作られました。アイデアの源となったのは五十嵐家の次男優斗くんが小学4年生から始めた自由研究。すごいっすね。自由研究から身近な食べ物を使って紙ができるかをテーマに、畑で採れる野菜からお父さんのおつまみピーナッツまで5年もの歳月をかけて実験を重ねました。この研究をもとに親子二人三脚で新たな可能性を秘めた和紙を生み出したのです。現在はブドウやオクラ、玉ねぎなど
10種類以上の野菜や果物を用いてノートや小物入れも作っています。いや、意外すぎてびっくりしました。もうそういうのはなんかペットボトル系かなっていう印象があったので、チームとしてはスーツ移動の時とかバッジをして SDGs、まあ、それをな広めていけたらなっていう活動はしてます。個人としては僕一人暮らしなんでよく買い物とか行くんですけど、まあ、最近エコバッグを買って袋をもらわないようにはしています。スポーツをすることでたくさんの人を笑顔ができるので、皆さんも一生懸命スポーツを楽しんでやってください。そしたら誰かが幸せになってくれると思います。